マルヤガーデンズは、鹿児島県鹿児島市五福町にある、テナント型商業施設。オープン当時の外観1892年創業の五福店、マルヤは、1961年に業態転換して、マルヤデパートを開業した。三越との業務提携を経て、1984年からは、鹿児島三越三越鹿児島店として営業していた、店舗の不動産管理等の業務に、 業態転換していたが、経営不振により2009年5月に三越鹿児島店が閉店。その後、マルヤが大規模なリノベーションを施し、2010年4月28日にオープンしたのがマルヤガーデンズである。三越のようなデパートメントストアではなく、顧客やテナントなどすべてが有機的につながり合うユナイトメントストアを標榜している。このため、 各フロアにコミュニティスペースであるガーデンが配置されているほか外壁や屋上が緑化されているのが大きな特徴である。また、託児所も設けられている。テナントの目玉として全館にわたり総合プロデュースを手掛けた長岡県名が率いるデザインセレクトショップ D& デパートメントプロジェクト鹿児島バイマルヤにフロアで 1> 約1300坪という南九州最大級の規模と増書数を誇る純駆動書店鹿児島店、そして天文館地区として約4年ぶりの復活となる映画館などが入居している。2016年度にかけて大幅リニューアルされ、鹿児島初出店となるロフトなどが入居した。2020年秋には無印良品が天文館地域へ13年ぶりに再出店した。ありがとうございます。